シークエンサイトモのラジトモ。この放送は私シークエンサイトモが興味のある時事ネタをピックアップして、なんとなく感想を読み上げていったりするラジオ番組となっております。まあ、番組っていうかコーナーですね。なんかコメント欄でね、間髪入れずに喋りすぎてるからちょっと息苦しいですっていうコメントがありまして、でまあ実際ね、俺ラジトモ終わった後にね、手を合ったのでありがとうございましたバイバイって言った後になんかね、くらーってなることあるんですよ。なんかたまにうわーって頭の中の酸素がなくなってる時があって、あ、これはやばいっていうレベルまで酸欠、まあそれぐらい喋るようなこともたまにあるので、もう少しまったり喋ろうかなというふうに思いました。はい、なんで喋りのテンポがスローテンポになっちゃったらごめんなさいね。でもまあ今ね 1. 何倍速とかできますからね、手元でね、聞いてくださる方が早ともちょっと遅えなと思った時はちょこちょこっと早くしてくれればいいかなというふうに思います。逆にね、少しお年を召してる方は早口すぎて分かんないですっていうふうな方結構いらっしゃったんですよ。なので、そういう方のためにもゆっくり話した方がもしかしたらいいんじゃないかななんていうふうに思ったのもあるんですよね。まあ今までも要所要所ゆっくりではあるんですけど、まあでも根が早口なんでね、どうしてもまくしたてるようにベラベラベラーと喋っちゃうのが特徴なんで、早いなっていう方もぜひ 0.5 倍速でお楽しみくださいね。ただでさえ長いラジオコーナーなのにどんどん長くなっていっちゃうけれども、というわけで、今日はね、好きな作品がなぜ好きなのかをちょっと考え掘り下げてみようかなと、そしてその先にある幸福論全体主義みたいなものを考えていきたいなというふうに思ってるんですけれども、今週ですね、映画評でノープという映画評を上げさせていただきました。まあ見てくださった方いらっしゃると思うんですけど、結構ジョーダン・ピール監督っていう黒人監督の方が主に、黒人の方が受けてきた人種差別的な扱い、まあこういう迫害を受けてきたよっていうのをエンタメに昇華させてみんなに分かりやすく表現してくれるっていう作品をたくさん撮ってきた方で、もう本当に、ね、面白いんですよ。全部もう全部今のところ僕映画館で見させてもらってますけれども、まあアスもゲットアウトもすごい面白かったしね、キャンディーマンも面白かったし、全部面白かったなという印象で、面白かったなというホクホク感のもと帰れるけれども、持って帰った後咀嚼すると重いっていう、なんともね、後味が余韻が残って個人的には好きな映画体験をさせてくれる監督なんですよね。まあ実際僕の周りでも話題だし、僕で相方の金ちゃんと一緒に見に行ったんですけど、金ちゃんがね、もう自分が一緒にシェアハウスしてる芸人からもうゴリ押しされたらしいんですよ。ジョーダン・ピール監督はいいよって。で珍しく一緒に行こうかなっていうことで、仕事の合間に俺行くわって言ったら一緒に来てくれて見たんですけど、やっぱ2人とも面白かったねってなったんですよ。でまあ今回は時間の制限がそんなにないので、のんびりと何が良かったのかっていうのを喋らせていただきたいんですけれども、あのね、すごく個人主義的な終わり方をしてくれるんですよ。物語のあらすじをざっくりと、まあ、おさらい程度に短くお話しすると、まあ、ある飛行物体から落下した落下物によって自分の父親を亡くしてしまった男性が、こんなことありえるか、飛行機からコインが落ちてきて父親に当たって亡くなるなんてそんな確率あるかと思って、疑問に思って空を見上げていると、なんか飛行物体みたいのが見える、なんか宇宙船じゃねえかみたいになって、監視カメラとかつけてみて、よくよく観察するとそれは宇宙船ではなくって飛行物体だったと、要は捕食生物が空を飛んでいましたっていうことに気がつくんですね。さあここからこれにどうやって立ち向かっていこうか、そしてこのままね撃退してしまったりとか逃げ回って、あそこに未確認飛行生物がいるんだって言っても嘘つきだ呼ばわりされちゃうから、どのようにやつを捉えればいいかみたいのをね、試行錯誤して挑戦していったりした先に何が待っているのだろうというところが、まあこの映画で描かれている部分の大半かなというふうに僕は思うんですけれども、最後にですね、すごく優しい解決方法を出してくれる映画で、
自分が当たり前のように近くに存在している兄そして妹、この兄弟愛というものがすごく大事なんだよと。それはなんでかっていうと、この未確認宇宙生物みたいなものが上空にいたという事実は、写真を1枚撮るのがやっとだったけれども、この写真で世界中のみんなが信じてくれるかどうかはわからない。嘘つきだ、お前こんなの CG だろうって言われちゃう可能性も結構ある。まあこういういろんな要素っていうのが外にはもう散らばっていってしまっていて、だからなかなかみんなに理解してもらうことってできないよね。だけど同じ体験を共有した兄弟っていうのは、これが何よりも勝る幸福というか、この後の人生の中における経験値になるよねっていうのを与えてくれるっていう素敵な終わり方をする映画だったんですよ。ほんと素晴らしいと思っていて、やっぱり昨今この YouTube とか TikTok とかに対するカウンターカルチャー的な側面を持って作られた映画なんだろうなと思っていて、無料のコンテンツっていうものが世界中あふれかえっている。我々はね、大概日本語でしか検索ができないから、大して Google とかでもヒットする件数って少ないですけど、英語ができる英語圏の人たちっていうのは我々の運万倍ぐらいのヒットページが出てくるわけで、そうすると違法アップロードとかっていうのも山ほど出てくるわけじゃないですか。そうなると、まあ頑張ればおそらくあらゆるメディアを無料で見ることができる時代にはなってきているんですよね。でも無料で何かを搾取して分かった気になって生きていくことっていうのは果たして幸福なのかっていうところを突きつけてくるんですよ。これね、映画の話を、中身の話をしちゃうとそれだけですごい時間がかかってしまうので、まあその見た人に向けて大枠のところでお話ししますけれども、例えば YouTube でこの事件の真相はみたいなものを見ました、 Yahoo ニュースで、この凄惨な事件の裏側にはこんなことがあったそうですっていうのを見ました、でもそれは分かったうちに入るのかっていう風なところを突きつけてくるんですよ。そこに書いてあることを読んだだけであって、全てが分かってるわけではないよねっていう、まあ我々のやっぱりその軽薄さみたいなものっていうのと、喜びを失っている理由っていうものを分からせようとしてくるんですよ。ちょうど1週間前になんか携帯とかPCR 検査キットとか、インターネットとかができるようになってから人間の幸福度って下がったような気がするよねっていう YouTube を上げたんですよ、ラジトモで。で、まあ、もちろんそんなことないですよっていう方もいらっしゃったんですけど、結構な割合で私もそうですっていうふうに言っていただけて、やっぱみんな思うところあるにはあるんだなというふうに感想を読んでいて思ったんですね。で、それはなんでなんだろうっていうのが僕の中ではあまりその明確にできてなかったんですけど、あ、これかもしれないなと。要は簡単な喜びっていうものが目の前にたくさん転がっている世の中になってしまったから、それを、拾い集めることによって、その都度その都度喜びみたいなもの、すっごい簡単な喜びを得ることはできるんですけど、でもその先に大きな喜び、自分自身が体験してそれを誰かと共有するっていう、まあ極端なことを言えば、野球頑張って甲子園で優勝した時のチームメイトで、優勝したぞ俺たちっていう一致団結感とか、受験勉強一緒に頑張って、同じ大学行こうねって言ってた彼氏彼女、もしくは友達同士で一生懸命やって、やった入れたってなった時の運命共同体感、一緒に入れた喜びとか、そういう個人の喜びおよび共有できる喜びみたいな快楽っていうものがなくなってっちゃってんじゃないって、そういうものこそ人生の中で最も輝く何かになるんじゃないっていうものが、我々がいろんなものの中毒になることによって薄くなってしまっているのかもしれないなっていうのが、このノープというもので記されていて、で最終的に得るものは個人の幸福であるというふうなところが、なんかすごく幸せだなというふうな、見ていて幸福だなというふうに僕も感じました。でね、まあここからね、また別作品の話になるんですけど、ちょっと牛乳飲みますね。あのね、まあ、このノープと違ってこっちの作品はもう知ってる人全然いないと思うんですけど、
あのオーバーロードっていうアニメが僕今すごく好きなんですよ。で4期を今テレビでやってて、ネットフリックスとかで追いかけながら見てるんですけど、すごく好きで、で日本ではそんなに人気ないんですよ。で海外ではすごく人気のアニメで、まあいわゆる最近流行りの転生ものみたいな感じなんですけど、どういう内容なんだっていうと、没入型ゲーム、まあマトリックスみたいなもんですね、中にズワーンと感覚神経ごと入れるゲームで、ああでもこのゲームのサービスが今日で終了か、まあすっごい楽しくて幸せな時間だったけど終了ならしょうがない、じゃあ最後システムがバーンとダウンされるまでここにいようと思って、自分が一生懸命ゲームの中で作り上げていった基地で、もう眠りにつこうとするんですけど、サービス終了時間過ぎてもあれログアウトしないぞってなって、で周りのコンピューターたちが今までは口をつぐってコメントがタタタタタって出るだけだったのが喋るようになってきた。え、まるでこの世界が現実みたいになってる、しかも俺抜け出せなくなってる、どうしよう。そこから始まっていく物語なんですけれども、まあベタですよね、よくある設定だと思うんですけれども、まあ、知らない方の方が絶対多いと思うので内容をちょこちょこ説明していくと、そもそもこの主人公というのは実は人間としてこのゲームを遊んでなかったんですよ。ゲームの中ではアンデッドっていう、まあ、骸骨、完全に見た目骸骨のもうすっごい強い魔術師として生きていたんですよね。もともとは普通のサラリーマンなんですけど、で中ではいわゆるヒールなんですよ。部下も悪魔だったり、まあ、ダークエルフだったりヴァンパイアだったり、そのコンピューターの部下たちもみんな、まあ、いわゆる世間的に言うと悪者に属されるようなキャラクターたちが部下に従えていて、で自分自身は骸骨の王様で、でアンデッドでも死んでいるから二度と死なないっていうキャラクターで、だからこいつらがどうしようかな、じゃあ世界征服でもしてみるかって言って外国と和平交渉しに行ったりとか、ちょっと喧嘩になっちゃって反撃されたらじゃあ攻め返せって言って倒したりとかすると悪者に見えるんですよ、そのルッキズムでね。あんな悪魔みたいな軍団が攻め寄せてきたら我々人間はたまったもんじゃないですよって言って、中に住んでいる人間たちっていうのが、まあ、本当に注目されるというか詳しく描かれていって、この主人公チームと戦っていく様っていうのが本当に緻密に描かれるんですけど、なんとなく見てる側からするとこれ主人公たちが悪いんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですよね。はい。でまあその世界にはその主人公を率いる悪魔軍団みたいなやつらと別でいろいろ人間が作ってる王国があるんですよ。西王国とか法国だったりとかドワーフの国だったりとか、いろんな人間とかいろんな種族が作ってる村だったり国だったりっていうのがたくさん点在してるんですね。でそこにはまあおのおの王様がいるんですよ。で例えばですけれども、本当に優しくてみんなが仲良く幸せに暮らしましょうねって言っているおじいちゃんの王様だったりとか、いやいや使えるやつは使えるやつで、使えないやつは使えないやつっていうことで実力に見合った仕事を分配するっていう風にして、貴族だからとか平民だからっていうので分けないで能力値で分けてこうぜっていう、なんか賢い王様だったりとか、いやいやもうそもそも人種なんて関係ないですよ、もうエルフでもゴブリンでも巨人でも小人でも我々人間でもみんなで一緒に暮らしましょうねって言ってる聖女みたいな女の人だったりとか、いろんな王様がいるわけなんですよね。でこういう風に聞くとそんなに実は王様たちって悪い人いないんですよ。で中には人間界にもすっごく悪いやつもいるんですよね。悪いというか結構中がどす黒いとされている、まあ現代っぽく言えばサイコパスチックなキャラクターとかもいるんですよね。さあこういう国々と主人公チーム、まあダークサイド悪魔軍団みたいなやつらがいろんな、もうちょっとかなりはしょってるんで、ぜひもし僕のこの話聞いてちょっとでも面白そうだなと思った方はネットフリックスとかで追いかけて見てみてほしいんですけど、まあちょこちょこと戦っていくわけなんですよ。ドンパチ繰り広げていくわけなんですね。で物語が進めば進むほど国々が買収されたり属国になったり滅ぼされたりといろいろ二転三転していくんですけど、後にじゃあ生き残っている人たちっていうのは誰なのかっていう風なところが実は僕すっごく注目しているポイントであり、そしてああ面白いなと思うポイントなんですよ。おそらくほとんどの日本のまあなんていうんですかね、アニメーションというか特に転生ものっていうね、別の世界では理想の人生を叶えたいぜっていう、まあ、人間の願望丸出しみたいな世界の中だと結構ご都合主義で進んでいって、
なんかみんながみんな幸せになりますよねっていう展開をしていく作品って結構多いんですけれども、このオーバーロードに関してはそこがだいぶ違くって、生き残っていくのは賢くて個人的な愛が強い人たちなんですよ。国全体みんなが幸せでいればいいのにねとか、なんで喧嘩するんだろう、もっと差別とか人種とかっていうものなく手を取り合って生きていけばいいのにねとかっていう聖人君主みたいな人たちはね、もう本当にズタボロにやられていくんですよ結構。で、例えばですけれども、ある一人の男の子とくっつきたい、ちょっと身分が違うから本当は結婚とかしちゃいけないんだけど、この男の子と私結婚したいんだよねっていうお姫様がいるんですね。ラナー王女って言うんですけど、このラナー王女は自分の召使いの男と結婚したいっていうためだけに自分の国を滅ぼすんですよ。どういうことと思うと思うんですけど、それはぜひ内容見てほしいんですけど、でこの子は国とかどうでもいいと、もう周りの人たちとかもどうでもいいと、私にとって大事なのはこの男の子なんです、この結婚したいクライム君という男の子だけが大好きで一緒にいたくて、なんなら悪魔にでもなって永久に永遠にこの世界で一緒に住み続けていきたいんですよねっていう風に思っている王女様が最終的に勝ったりするんですよ。もう無事願いを成就させたりするんですよね。だから結構そのハッピーな人間の人が見てると鬱になっていっちゃう展開が結構続くんですよ。あの優しいおじいちゃんの王様、その国民に罪をかぶらせないで私が全部の罪を負うって言ってた王様、全部踏んだり蹴ったりでやられちゃったよ。あのすっごい優しい王女様、聖女と呼ばれていて国の宝だって呼ばれていたあの王女様、こんな悲惨な目に遭う必要ってあるの？これね、僕見ていてすっごく面白いなって思うところが、綺麗事で世の中というのは進んでいかないんだよっていうところを美しく描いてるんですよね。まあ個人的には美しいと思うんです、この描き方。全体主義的になんとなくみんなが幸せであればいい、みんながもうみんながハッピーな生活ができたらいいねっていう発想は素晴らしいんだけども、そこにじゃあ根っこにあなたのやりたいことってあるの？っていう問題提起みたいなのがされてるような気がするんですよ。この世の中で全員を救うことって難しいじゃないですか。誰かを救おうと思えば誰かを傷つけてしまうわけで、まあ例えば安っぽい例えでいくと、好きな女の子ができた、でもこの女の子は今彼氏がいる、でも彼氏とうまくいってないっぽい、じゃあ猛アピールだっていうことで一生懸命好きなんだ好きなんだ、今の彼氏と別れて俺と付き合ってくれよっていうふうに言って付き合うことができた、やった幸せだってなった時に、別れた元彼っていうのは実はまだまだ彼女のことが好きで別れたくないんだよ、死んじゃうよ、もうお前がいなきゃやってらんないよみたいな不幸のどん底みたいになってるってなると、一人は幸せになってるけど一人はすごい不幸になってますよね。もう踏んだり蹴ったりだみたいになってるわけじゃないですか。とかこういうものっていうのは個人的な幸せの中でも全体的な幸せの中でも逃げることできずに絶対に発生してしまうものだと僕は思うんです。だから言うのは簡単だけど、万人を幸せにすることってできないじゃん。でしょ？だったらそれはあなたが自分の保身のために持っている盾であって、具体性は全然ないよねっていうところを突きつけてくるんですよね。で最終的にそういう中途半端な全体主義的な幸せみたいのだけを盾にして自分は安全圏でいろいろ言っているっていう状態にいる人たちは、個人的なすごく強い愛と、そしてものすごい賢さを持った人たちには一撃でやられるよっていうのをもう突きつけてくるんですよ、本当にこの作品って。だから僕は見ていて、ああやっぱり誰かを愛するっていう、個人の誰かをすごく好きになり愛し、そして尽くしっていうことをやっていく幸せ、そしてそのために努力し頭を良くなって賢くなっていくっていう、このなんて言うんだろう、その生きていくにあたって、己が幸せになるにあたって必要とされている根源みたいなものっていうのがすっごく面白いんだなと。だから俺はこの作品こんな見続けちゃうんだなっていうのがノープを見て気づいたんですよ。
ノープの終わりはさっきも言った通りすごく個人的な幸せというところで終わっていくので、それを見た時に、あ、これ本当に自分に響いてきたけどどこかで感じてたなって思った時に、あ、オーバーロードで感じてたことと一緒だっていうふうに個人的には思ったんですね。でやっぱりね、 YouTube とかで表現されると最終的に勝利を得る悪魔たちとか悪魔になった人間たちとか、個人的な願いを叶えていった者たちっていうのが、すごい嫌なやつみたいな解説のされ方をされるんですけど、多分そうじゃないんですよね。っていうのもね、そのオーバーロードという作品の中で人身売買をするやつらも出てくるんですよ。要はもうある一部の人間を奴隷のように扱って、もう暴力をはたいて虫の息になって、ああこれもうほっといたら死ぬなってなったらほっぽり投げるみたいな人たち、そういう人たちはもう虐殺されていくんですよ。次々と殺されていくんですよね。でこの人たちと、じゃあ国が滅んでもいいから一人の男とくっつきたいんだって言ってた王者様って何が違うんだっていうと、愛なんですよ。これはその愛があるかどうかっていうところの違いなんですよね。で、まあ、やっぱり注目すべきポイントっていうのは、一人の人間の及ぼせる力なんていうのは本当は大したことないんだよと。一人の人間なんですから、10人100人と集まった人たちの文殊の知恵と比べると、たった一人が出す発案なんていうのはたかが知れているわけなんですよ。でもそれを絞り出すためには、その100人集まった時に100人が協調性を持って意見を分かち合わなければ、たった一人の愛と賢さを持った人にも勝てないよねって言っているんだことを言っているんだと思うんですよね。だからその部分がね、やはり共に歩調を合わせて歩み出そうっていうふうなことができなくなっているっていう状態。まあだからね、例えばなんですけど、そうだな、なんかこれはね、ちょっと自分の中でもモヤモヤしてるんで、コメント欄でもそれは違いますよって言われそうな気もしちゃうんですけど、あえて言わせてもらうと、例えばそのアニメ作品の中で出てくるので、貴族階級っていうのが出てくるんですよね。リエスティーゼ王国っていうところの、まあ、国民たちには貴族と平民っていう階級差があって、貴族は平民をバカにしてるわけなんですよ。だから一般人からすごく強くなったやつがいても、一般人がお前貴族みたいな考えを持てるわけないだろ、発言すんなバカみたいな感じですごいバカにするんですよね。で一般人たち、一般のところから出席してきた人たちだって別に貴族と何ら変わりないわけじゃないですか、人として。だけどそこで発言権を得られないから、まあ滅びの道を行くしかなかったんだろうなっていうところもすごくわかるし、だから結局のところ差別というものを己自ら元から生んでしまうっていうふうなことをやってしまうと、可能性を閉ざしていくんだなっていうことがなんかわかるんですよ。例えばそうだな、テレビでじゃあ何かちょっと車で事故を起こしてしまいましたとか、じゃあ不倫とか浮気が発覚してしまったタレントさんですとか、なんかそういうことが見えた時に、じゃあその人の能力値と犯してしまった罪って別に別問題じゃないですか。だけれども我々のなんとなくの風潮の中で、あいつはもうどんだけ叩いてもいいやつなんだ、不倫したやつなんだから、なんか事故を起こしたやつなんだから、もうどんなにいいこと言ってても聞く耳持たないでいいんだよみたいな、なんとなくの階級社会みたいなものっていうのを作ってしまうんだと思うんですよね。だからそれって貴族階級と平民階級を分け、なんとなく自分たちの中で作り上げて分けているのにすごく近い状態だなっていうふうに思うんですよね。でなおかつそれがネットというはけ口の中でやっていこうみたいなことをもう前面に押し出す人ってすごく多いと思うんですよ。僕ね、本当に、まあ自分のコメント欄にもたくさんいますけど、その嫌なコメントする人って本当にいっぱいいるんですよ。この間龍太郎と相方のスタンド FM でも喋ったんですけど、すごい嫌なコメントみたいなのとかリップとかをする人っているんですよね。もう結構いるんですよ。よくこんな嫌な言い方できるなっていう人、その自分の言いたい主張みたいのがあるのはわかるけど、ここまで嫌な言い方しなくてもいいだろうっていう人って結構こういるんですよ。本当にかなりの人数いるんですよね。でなのにリアルでそんな人に会ったことないんですよ。これは
まあこれ俺のリアルにも問題あるんだけどね。そのよく言われるんだけど、僕別にそんなこと思ってないんだけど、別にそのたまーに街で声かけていただければ普通に、あ、ありがとうございますって言うし、道聞かれたって普通に答えますよ、こっちですよみたいな風に普通に答えますけど、でもなんか異常なぐらい話しかけるなオーラを出してるらしいんですよね、僕。その来んじゃねえぞこっちにみたいな感じを出してるらしくって、それは多分人見知りから出てるオーラなんですけど、だからなんかそういうだるがらみみたいのを してくる人が実際に現れない幸運な環境にあんのかもしれないんですけど、にしてもリアルでそんな嫌なこと言ってくる人ってまあいないわけなんですよね。うん、だからまあわかんないけど、ネットの中でそういう差別的な嫌な言い方をするっていうのはなんとなくですけれども、心のどこかで階級社会みたいなものをこのように作り上げていて、その階級以下の人たちっていうのはどれだけ言ってもいいんだみたいな感じにしちゃってんじゃないかなっていう風な気がしなくもないんですよね。だから、僕はこのオーバーロードという作品は現代社会においてもすごく学べるところが多い作品だと思うし、最終的に勝つのは賢さと個人的な愛、これらがすごく強いんだと、人にとってすごく強いものなんだっていう風なところが分かるっていうのは、もうすごく好感が持てる作品だったんで、まあちょっとおすすめしてみました。でも本当にね、気持ちが寂しくなってきてるんだと思うんだよな。あの決して作品批判ではないんですけど、やっぱこの間友人と食事に行ってた時に話してたんだけど、前も話したかな、とある YouTuber じゃないや、ごめんなさい、作家さんがやってる YouTube 見てて、ああなるほどなと思ったのが、音楽史を見るとその時流行っている風潮がわかるって言ってるんですよ。ちょっと変な言い回ししちゃいました、ごめんなさいね。要は歌詞ってあるじゃないですか。歌詞ってやっぱりそんなに聞き込んでる感じしなくても、なんとなく頭の中に入ってきて覚えるという作業をするので、聞き心地がいい歌詞っていうものが流行るんですよ。まあ当たり前の話なんですけど。で、その聞き心地がいい歌詞っていうのは、じゃあどういう歌詞なんだっていうと、その時代に即している歌詞の方が多くの人が共感を得るわけじゃないですか。たくさんの人がその歌詞に共感してくれる方が、やっぱり曲って跳ねますよね、ボガーンと。すごい跳ねるので、ヒット曲っていうのは、なんとなく国の、まあ、国民がどういう気持ちで今いるかっていうのを表現してくれていると言っても過言ではないんですよね。で、はるか昔に戻っていくと、まあブルーハーツだったりとかロックの時代の人たちの曲を聴いていくと、なんとなく夢があったり目標があったりとか愛があったりとかっていう風なものっていうのが、あと魂とか、そういうまあ人間味あふれる歌詞が多いんですよね。今弾き語りで聞いてもちょっと類線がぐるぐるっと揺らされるような感じがね、するような、そういう歌詞が多いんですけれども、そこからまあ時代が切り替わっていって、バブルも弾けて、まあなんとなくバブルですよみたいな雰囲気だけ残してる時代に入っていった時に、日本の未来はウォー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 、世界が羨む、イエ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 イみたいなことを言い始めるんですよね。で、イエ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 イ言ってたけど、あれやっぱイエイエイできないぞってなってきた後に、未来はそんな悪くないよになるんですよね。今は悪いけど未来はきっとそんなに悪くないよ、だからそんなに悲観しないで待ってようよ、明るい未来が来るって信じようよっていう、まあちょっと今は悪いぞみたいな悲観的な感じになっていくんですよね。で、その次どうなるかっていうと、うっせえわになるんですよ。はあ、うっせえ、うっせえ、うっせえわーってなってくるんですよね。あなたが思うより健康ですってなってくるわけなんですよ。だから、なんかその、うっせえわっていうその歌詞にみんなが共感するようになっちゃったんですよね。で、僕、アドさんめっちゃ好きなんですよ。今ももう、電車駅まで行く時のイヤホンで聞いてるのはもうずっとアドさんですから、アドさんもう本当大好きなんですけど、でも、僕周りの年齢30以上、まあ、40代50代とか30代とかのおじさんおばさんとか中高年層の人たちで、うっせえわいいよねって言ってる人って本当にいないんですよ。本当にいなかったんです。何がいいのっていう、いやいやそんなのもう大人だったら常識的に分かってることだよみたいな、それが社会に馴染むってことじゃん、まあ、いろんなことを言ってて、うっせえわっていうのをいい曲だよねって言ってる中高年層って全然いなかったんですよね。
でも実際再生回数とか流行り方を見てると、若い子たちはもう尋常じゃなく支持してるわけじゃないですか。支持してるかどうかは別として、めちゃめちゃ聞いてるわけじゃないですか。ってことはそれが本音なんですよ。もうそこまで来ちゃってるんですよ、もう日本の若い子たちの気持ちって。もう何言われたって希望とか未来とか何にもへったくりもないんだからさ、もう せめて説教しないでくれよと。うるせえと、うるさいうるさい、もう未来も希望もない状態でさ、何のもう幸福みたいのもなくって、もう今バイト先が潰れちゃったら来月家もなくなって飯も食えなくなってなんていう状態がずっと続いちゃって、で奴隷のように働いてるけれども給料も上がんなくって、でこの会社も IT がどんどん進んでいったらいつまで続くかも上がんなくって、もう毎日毎日いろんな方面も恋愛なんかしてる暇なんかないよ、結婚なんか言語道断だよ、いつそんなことできる暇があるんだよ、もう自分の人生保つので必死だよ、しんどいよ、しんどい、もう生きてるだけでこんだけしんどいんだから、もうやんややんや、もう頼むから、もうやんややんやだけは本当言わないでくれよと。いいじゃん、おたくらそこそこ楽しかったでしょ、若かった時。俺たち若さはあれど何にも楽しくないんだよ。毎日毎日ストレス社会で胃がキリキリして10円ハゲができて不眠症になって仕事のことしか好きじゃないのに考えられなくなって、どうしたらいいんだよ。うっせえよ、あなたが思うより健康だよ、あなたじゃ分かんないかもね、私たちの今の感覚はこういう感じになってるってことですよね。これが本音ってことですよ。もうだから今までのロックミュージックとか、なんかそういう愛とか魂みたいなものっていうのはそんなものを考える暇もないと。で未来は明るいぜとか、きっと明るくなりますようにみたいな願望を想像してる暇もないと。もう一生懸命です、しんどいです、うるさいから、もうすでにしんどいんでこれ以上負担を増やさないでください、うるさいんです、すいません。まあ、これがもう若い子たちの本音なんだっていうところが、うっせぇわが流行ったことによって、顕著に見えてきたと思うんですよね。だからそこに全体主義的なものとか社交性みたいなものっていうのを押し付け始めちゃったらもう多分限界なんですよ。無理無理無理、もう爆発バーン、信じられない、もう近寄らないでみたいな感じになってっちゃうから、じゃあ何を伝えれるんだろうっていう時に、こうノープとかオーバーロードじゃないですけど、じゃあもう賢くなってなおかつ自分の好きな人とか好きなものっていうものに全力を注ぐっていう一つのものに対する愛と、そこに向けるべき努力、まあ、勉強賢さみたいなものっていうのを身につけとくと自分の人生って豊かになるよって。仮に収入とかそういうものがなかったとしても最後には勝てるし、自分が幸せになるし、周りのことなんか考えないでいいから自分の幸せを突き詰めるためにそういう風に生きてみなよっていう風なことぐらいがもう極論として最後に伝えれることなんだろうなっていう風に思ったんですよ。もうそれしか伝えれないと、それ以外ないです。そんなもうね、社会に柔軟に馴染んでいきなさいなんて偉そうなことは僕はもう言えないですもん。例えば一応教員免許持ってたとしても、そのね、え学校に行ってね、これから社会に馴染んで大人たちには気を配ってみたいなことってもう俺絶対言えないですもん。もう自分たちの好きなように生きなさいって、自分が今好きなものって何なんだろうっていうのが、アイドルでもいいし、アニメでもいいし、スポーツでもいいし、何でもいいですけれども、なんかもう見つけといて、仮にそれがそうでもなかったって後でなってもいいから、とりあえずなんか見つけとけと。でそれに対してどれだけジャブジャブお金を使ったとしても一切不幸ではないんだと。でそれのためだったらどれだけ好きなこと勉強しても、苦じゃないんだというふうな何かを見つけとけば最終的に人生豊かになるよぐらいのことしかもう言えないだろうなっていうふうに思っちゃいました。僕もね結構幸せだったんですよ、学生時代、部活やりながらね、友達とカラオケ行ったりだ、スイパラ行ってずっとなんかケーキ食いながら食べたりだとか、なんか彼氏彼女があだこうだとか、なんか楽しい学生生活を過ごさせてもらいましたよ。なんかだけれども今も多分ね、僕の時より多分ねギスギスしてると思う。結局なんかいつも同じ話になるけど、今の若い子たちの中はやっぱりインスタグラムとかっていうのが本当過渡期、 TikTok とかっていうのがすごい全盛期になってきちゃってるから、
やっぱねルッキズムがすごく強くなってると思うんですよね。なんかそのまあ映像でね、まあ写真をバシャって撮ってかっこいいね、綺麗だね、細いねとか、わ高身長だねとか、胸大きいねとか、なんかそんなようなことが備わってる人だけが幸せになれて、備わってない人っていうのはもう別にそういうフィールドにすら入れないんだから、どっか外野でわちゃわちゃしてろよみたいな風潮になってきちゃってるんだろうなっていうふうに思って、そうなっちゃうとさ、変な話だけど今写真上げてる人たちなんかさ、ほとんど加工じゃないですか。本当の顔なんか分かったもんじゃないでしょ、ね、芸能人でもない限り。芸能人なんか大したもんですよ、ちゃんと自分の加工なしで写真上げてますからね、ほとんどの人が。もう今のもう素人の方の写真なんかさ、どれが顔本当の顔なんだか分かったもんじゃないじゃないですか。でもその方が美しくなるんだから、男も女もみんな使うにはしょうがないじゃないですか。やっぱ使っちゃうでしょ、うん、ってなってくると、そういうルッキズムみたいなものっていうのが優先的に働くってなってくると、やっぱリアルな生活にボンと出ていって能動的に動くっていうことってめちゃくちゃ根性いると思いますよ。だから生きづらい世の中にどんどんなってきちゃったなと思うもん。もう今の若い子たちの世界がどうなってるのかってもう俺には分かんないもん、全然。どんな感じなんだろうと思って想像つかないですもん。ただ若返って今はまた今の学生たちに混じって大学生やりたいかって言ったら死んでもやりたくないですけど、僕は絶対自分の大学時代の幸福だったんで今より、うん、なんか若い子はいいわねなんて思ったことないですもん。絶対昔の方がいいよ、うん、だからやっぱうん、幸せな時代を生きさせてもらったから、説教臭いじじいになることだけはやめようっていう風に本当心から誓ってます。もう何にも言わない。みんなも頑張ってる子たちは頑張ってるねって言って、もうすごい偉いねみたいな、ニヤ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 してるやらしいじじいになっていけばいいやって思ってますよ。もう多分無理ですよ、説教とかね、殴るみたいのが愛だなんてもう通じないですよ。俺は今からお前たちを殴るって言ってパンパーみたいな、スクールウォーズじゃないんだけどさ、スクールウォーズっていうのは時代がそこそこ幸せだったから成り立ってたものであってさ、そのみんなが幸福のない時代に生きちゃってる時に人ぶん殴っちゃったらもう最低最悪の人間だよっていうふうに思うので、なんかそこがねやっぱりもう温かく見守り、そして頑張って幸せになりなさいって陰ながら応援することしかもうできないんですよね。はい、なのでこういう個人的な幸せっていうのって大事だなと思いました。あとね、もう一個まあ近い話で話題になったのがスパイファミリーが流行ったことですよね。まあ僕もジャンププラスで読んでますけど、スパイファミリー、まあご存知の方のが多いと思うんですけど、まあスパイをやっているお父さんと殺し屋をやっているお母さんと超能力がある娘、これが全員血縁関係はないんですけど、ある理由を機に疑似家族を作る。でこの疑似家族っていうのがなんとなく本当に結婚してるわけじゃないんですけど、本当の親子じゃないんですけど、まあなんとなくの絆が芽生えて、この家族というものは仮だけれども維持していきたいよねっていう、この感じのものが流行ったっていうのってね、すっごく日本的だなと思うんですよ。要はもうみんな嘘ついてるよねっていう、なんか隠してるよね、もうみんななんか人に言えない、家族にも言えない、何か内緒なこと隠し事っていうのをしてる状態で生きてるでしょ、ほとんどの人が。って私は嘘偽りないですよ、嘘つくのは最低ですって言ってるのは自分が嘘ついてるからなんですよ。人の嘘っていうのを笑って許せるっていうのが健全な状態だし、まあ自分が嘘つかないから、あ嘘つくんだったらなんかよっぽどの理由があるんだろうななんていうふうに笑って許せちゃうもんなんだけど、劣化のごとく許せないってことは自分の中に罪があるからなんですよ。例えばですけど、浮気したことあるとか、リアルタイムで浮気してるから人の浮気を咎めることによって、まるで私は聖人君主ですって人に見せたいとかね、うん、劣化のごとく起こる人たちって結構その系譜が強くて、で日本人ってさっきも言った通りネット上では本当人のこと叩くの好きじゃないですか。でまあそれは世界中そうなんだけど、まあ日本の場合はさらにそれが顕著ですよね。もう陰湿にずっと叩き続けるみたいなのが結構強くあるのは、まあ内緒事というか隠し事、腹に一物何か抱えた状態で家族とも接しているっていう人が多くなってきちゃったんだろうななんていうふうに思いましたね。だからやっぱ流行ってるもので世の中っていうものを考えていくと結構面白いですよね。もう本当になんかスパイファミリー流行ったっていうのは僕もすごく面白いなと思ってますけど、なんか日本語を表してるよなと思いましたね。なんかね、日本っぽいなと思った。
同じ飲み会でさ、飲み会というかご飯会でその友人からネットフリックスでやってるさ海外ドキュメンタリーみたいな紹介してもらって、で見たんですよ。もうめちゃくちゃ面白いの。お金かかっててさ、でなんか本当に人の幸福のために人種とか関係なくみんなで一致団結して動いて最終的には涙を流してよかったねってなるっていう、全員が幸福になれて全員が楽しめてお金にもなるっていう何かが作り出されている状態っていうのを見て、しかもこれがね、名のある芸能人とか綺麗どころイケメンどころを使ってるわけじゃなくて、大概が一般人使ってるんですよね。そこがやっぱりなんか開けてていいなと思いましたよ。なんかこのルッキズムとか知名度みたいなものが優先して、それらがすごく大事ですよねっていう風な状態になって、まあ自分も意識してないかって言われたらそんなことないんだけど、まあ自分も含めてそれが優先され続けていくのってなんかやだなと思っちゃいますもん。もうすごい前なんですけど、昔やってた裏路地っていうニコ生で一緒にやってた猿屋敷亜美っていう、まあ女の子がいたんですけど、その亜美ちゃんがこれ良くないですかって見せてきた TikTok の動画があったんですよ。それがね、なんか高校生だか大学生だか忘れちゃったけど、なんか学生同士でなんかサプライズで、ねえこっちおいでこっちおいでってなんかカメラでバーってやってて、バーってやると、なんとかちゃん誕生日おめでとうみたいな感じで、ふぇーみたいな、パンパンパンってハッピーバースデーみたいな感じで誕生日ケーキをバーって持っていて、その女の子、いやー嬉しい、ありがとうっつってバーって号泣してて、でよかったね誕生日おめでとう、みんなで準備したんだよでありがとうみたいな感じの状態の映像を見せて、すごく良くないですかって言われたんですよ。で俺ね、なんかごめんなさいね、これはもう本当に俺がマイナーな意見なんだけど、なんかでゾッとしちゃったんですよ。っていうのが、これをねネットに上げる必要あると思っちゃったんですよ。要はまあ分かりますよ。でもね、そのさっき言ったのだけど、愛情って個人的なものでいいじゃんって思っちゃうの。俺はお前のこと好きだから一生懸命尽くすぜ、お前が幸せになってくれるように何でもするぜっていうのが愛情じゃないのっていうふうに思っちゃうんですね、なんとなく。でそれをじゃあ誰かに見てほしいってことは、もうそれ愛じゃないだろ、承認欲求だろと思っちゃうの。カメラを回すはまだわかるよ、友達がサプライズを用意して祝ったら泣いてる号泣してるよかったって、でこれを家で帰って見返して、なんだったら動画で編集してみんなでよかったらこれあの時の思い出の映像見ようよみたいな、ちょっと編集とかしてみたんだよねって、実は私編集目指しててさできるかなと思ってみたいな、すごいねみたいな感じで友達同士で共有して、まあ昔で言うとこのアルバムですよね、写真の思い出みたいなものってフィルムから、写メになって次映像になってっていうのは移り変わってるだけだから、友達同士で共有していいよねっていう風になるのはいいですよ。それを TikTok にあげるってことはお前どうですか、友達にサプライズプレゼントを用意して、そしてパーティー用意してこうやって手招きして行って入れたらなんかみんながお祝いするって言ってウェーイってクラッカー持って待ってて、でケーキ出して号泣、こんな素晴らしいことを私たちはしてるんですよ、皆さん見てくださいよっていうやらしさがすっごい見えちゃって、キモって思っちゃったんですよ僕の中。そのいやお前がいい人アピールしたいだけやんって思っちゃって、それはじゃあ何、じゃあ仮にだけどその泣いてる誕生日の子もアップしてほしいの、もうみんなアップしてほしいのって、そうじゃない子も多分いるでしょっていう風に思ってしまって、でもなんかそれを感動ポルノ的にみんなで、もう感動ポルノ好きじゃないですか日本人って、なんか偽善的なところがすごく強いから、なんかいいことしてるとうわー偉いですね泣けますねみたいな感じなところあるんだけれども、それってさ職業としてじゃあ金銭が発生して成り立ってるんだったら100歩ずっと分かるよ、さっきのネットフリの番組みたいにまだ分かるけど、個人的なものであなたのアカウントのあなたがこれ動画上げてるって、それ本当にあんた祝いたかったのその人のこと、私にはちょっとその神経は分かんないなと思って、老害的な意見をちょっと言ってみました。これはもう僕がおかしいんだろうね。ちなみにそれぽって言った時、まあそのニコ生の配信の中でも、まあそのアミちゃんからもう猛批判を食らったんで、お前はおかしいというふうに言われて、まあこれは僕がおかしいんだと思います。きっとね。なんか
僕がマイナーなんでしょう。みんなそういうので感動するのが好きなんです。はい、人の誕生日祝ってる映像、どうの誰だか知らないけど誕生日祝いされてバーって花火が舞って泣いててすごいですね、どうですか皆さんって言われて、いやー素晴らしいですねっていう平和な世界が広がってるんだ、俺が意固地なだけなんだ。はい、頭のおかしな狂人の一言でございました。まあ皆さんはね本当に、素直にこういう TikTok とかの、いやー何やんちゃんおめでとうみたいな動画を喜べる人間になりましょう。はい最後に何の話してんだうん、まあね、まあ俺がおかしいのかな。でもなんか今のところこの考えって誰にも理解されたことないんですよね。どうですか。でもやっぱカメラが入るっていう発想が一応出る側としてすぐよぎるんですよ。これはその場で起きてる現実じゃなくてカメラというものを一個かましてるものだからリアルな現実ではないよねっていうふうにすぐ思っちゃうんで、カメラというものがない状態で考えれる人の脳みそに俺もうならないんですよ。もう一番顕著だけど、アメリカのホラー映像でなんか娘がね誕生日会やってる時にその娘の友達が途中で交通事故で亡くなって誕生日会に来れなかったと、泣いてるんですよ娘が。でお父さんがね、泣かないでよ、せっかくお前のために誕生日祝ってるんだからどんなに泣いたってメアリーは帰ってこないんだよって言いながらカメラ回してるんです。血も涙もね親父だなっていう風に思っちゃうんだけど、その時点で違和感でしょ。ってことはそれっていうのは本当にその友達が交通事故で亡くなっちゃった何かっていうのではもうないよねっていう風になっちゃうから、違うやらしさがあって作ってるものじゃん、はぁくらいに思っちゃうんですよ僕はひねくれた人間なんで。だからね、そこのところが、まあでも素直にキャッチできる人間のまんま寿命を迎えて死んでいくっていうのが一番幸せなんだろうね。はい、皆さんは早友のように意固地で変態な人間にならないように生きていってくださいね。今日も最後まで視聴していただいてありがとうございました。ノープ、オーバーロード、そしてスパイファミリー、まあ皆さん見てる方もいらっしゃると思うんですけど、個人的には今おすすめなんで興味あったらぜひ見てみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。